こんばんは。キュートありがとうございます。ありがとう。トークショー見てる。あれですよね、なんかウェルカムトークショーみたいなやつで。昇格おめでとうってやつだよね。おめでとうございますおめでとうございます。ほんとおめでたいよねおめでたいよねとか言って。こんばんは。やっほー。今日は SKE、 あ、そうです、そうです、 SKE のなんかやつアバターだっけがもらえる日ですね。推しメンちゃんのアバターぜひゲットしてくださいやって SKE 配信してくれた。え、今日は初めて、もしかして。そんなことある、誰も配信してないの今日。 SKE のメンバー絶対一人ぐらいおるでしょ。推しメンちゃんぜひゲットしてね。でもランダムなんですよね。そう、前回なんかそう会った時に、そう、すごい配信を延長した気がするそう、めっちゃ配信した。その前回1時間半ぐらいしてたかな。そう、全然なんかみんなが出ないとか言って今日喉が調子悪くて、今日初めて見たなって。うん、今日に限って誰も朝配信とかしてない。あ、そうなんだ。一人ぐらいおるかと思ったけど違うんだね。って言っても今日はあんまり長くできないので30分ぐらいやろうかなと思ったので7時半までやりますね。そう、家族がお腹すいたって言ってるのでちょっと早めに終わろうと思います。がもうちょっと早くやればよかったんですけど。こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう。ゆずぱアバターかと思ったら石津さんだった。それあるあるのやつでしょ絶対にあるあるのやつでしょそれ。そう、字が似てるんでね、名前の。みんな間違えないようにしてね、これから。同じチームなんで、ゆずきちゃんとは。あ、今日はね、たけし在宅ワークだったみたいで。そうそうそう、在宅ワーク、在宅、在宅でした。そう、ずっと家にいたらしい。たけしさん、こんばんは。みなるんさんが卒コンで亀戸籍気になるって言ってたけど、メンバー的にどう？亀戸籍ですか？亀戸籍はね、まあでもいいところは、なんて言うんだろうね、まあこの間の新世代語が初めてって聞いたので、なんか他のアイドルグループとかが亀戸籍やってるのを見ててすごいいいなと思ったんですけど、前回はね SKE のメンバー半分ぐらいしかいなかったので、それはね、いっぱい撮ってもらえると思うんですけど、ただ全メンバーが出るってなるとさ、もうあれじゃない、人が多そうだからもう大変そうだなとは思うけど、え、でもすごいいいと思います。亀戸籍はそのなんか前回っていうか新世代この時にも、まあ皆さんももしかしたら思ったかもしれないんだけど、やっぱいいよね写真っていや、なかなかないじゃないですか、そんなコンサート中の写真撮れるだなんて。だからすごいいいと思うし、メンバーも多分楽しかったんじゃないかなと思うし、ゆずもすごい楽しかった。亀戸籍、亀戸タイムみたいなあった時は、そう、いいと思います、とても。こんばんは。え、アバター来ただって。すごい、本当だ、ゆずのアバターじゃん。
おめでとう。思い出が形に残るのはめっちゃ嬉しい。ああ、いいこと言う。なるほど、確かに確かにね、いいよね、素晴らしいと思います。とてもユニットの時間に写真撮りたかったなとは思いました。うん、なんか亀子席本番があの曲だったんだけど、本当はもっと違う曲を亀子にしようみたいな話もあったみたいで、そう、まあ言わないですけど、どんな曲が亀子の予定だったかは。そう、でももともともっと違う曲が亀子になる予定だったって聞いた。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。喉が乾燥中で今喋りづらい。こんばんは。そう、最近すぐ足組んじゃうんだよね。めっちゃやめたいこの癖。なんか寒いから足組んじゃう。よくないのに。寒いと足組んじゃう。気をつけよう。そう、めっちゃ最近無意識。え、今さ止まりましたよね、今配信。めっちゃ焦ったんだけど、久しぶりに見たこの感じが焦りました今。え、めっちゃ焦った、びっくりした。急にホーム画面戻ったんですけど、今配信中に。たまに起きるこの現象、怖い怖い怖い、びっくりした今。今ね、急にホーム画面に戻った、自分の携帯が。焦る。こんばんは。ギフトありがとう。ありがとうみんな。こんばんは。初見の方ありがとうございます。 SK48 チーム S の石黒月です。こんばんは、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ねえ、めっちゃ調子悪い、もうやだ。なんで調子悪いの今日こんなに。怖いんだけど、急に配信止まるんですけど大丈夫。え、なんか家の問題じゃない気がしてきた。たまにさあるじゃないですか、不具合みたいな。え、それじゃないよね、もしかして。違うよね、まだ15分経ってないから、さすがに耐えてほしいんだけど。怖いよ、Wi-Fi 切ってるのに。不具合？やだ。
困る困る。こんばんは。やっほー、こんばんは。調子悪いんですけど、やだなすごい。こんばんは。ゆうとありがとう、ありがとうございます。やっほー、こんばんは。こんばんは。やっほー。もう怖いよ本当に、やだ。化粧変えた、メイクしてないです今日。メイクしてないですよ。こんばんは。お腹空いてきた。こんばんは。あみちゃん、あみちゃんね、本当だ。あみちゃん昨日会いました。昨日仕事前に会った、あみちゃんに。そういえば、そういえばあみちゃんに会いました。そう、結構昨日会ったかな、メンバーに。うん、15分すごい、なんかやっと15分間がすごいな今日。そう、すごいさ、止まりすぎて配信が焦る。今日はあと15分くらいやります。7時半までやる。こんばんは。ゆうとありがとうございます、ありがとう。こんばんは。うん、初見の方だ、ありがとうございます。 SK48 チーム S のしぐれづきです。こんばんは、ありがとうございます、ありがとう。
んばんは。寒いな今日も。こんばんは。今日が一番寒いんだっけ。あ、そうなの。寒いよね、ほんと寒い寒い、とても寒いです。今回もアバター無理っぽい。いやでもさ、考えてみてください。何十人いるの OSK って。今60人、70人近くいるの中で推しメンのアバター出るのって相当じゃない？難しいやろ絶対。そんなもう奇跡に近い。あ、でもアバターちょっとずついらっしゃってありがとう。ギフトありがとうございます。いや難しいよね。そんな無理だよ。今日ずっと家にいたけど手足キンキン。いやでもわかる。手と足っていうか足めっちゃ冷えるんですよ。手はそんな そこまでだけど、足の先とかもやばい。家にいても寒いし。こんばんは。すごい、こたつのギフトとかこたつ欲しくなっちゃう。欲しいこたつ。こたつ欲しいんだよね、ほんと。けどどうしても許してくれないからか。いつか買います。いつか買う。こたつ。夜ご飯食べた？まだです。このショールームが終わったらなので、あと10分くらい。やる。こたつ許してくれないんだ。え、だって絶対寝ちゃうもん。そこで寝ちゃうのが目に見えてるのでダメって言われる。ただゆずがいつかこの家を出るときに買います、こたつ。いつになるんでしょうか。もう家大好きだから出ていく気ないけど。全然ないですけど。 SK のオーディション応募しました。おー、すごい、いらっしゃるの。頑張ってください。まだあれだもんね、最近応募締め切ったぐらいだから。何日ぐらいになるんだろうね、二次審査とか。頑張ってね。ゆずより年上か年下かはちょっと分かんないけど、頑張ってください。応援してます。緊張するよねオーディションなんて。ゆずは記憶ありません、もう緊張しすぎて。記憶ゼロ。でもオーディションはあのメイクしない方がいいって聞いたことある。すっぴんで行った方がいいんだってよ。そう、ちゃんと顔がわかるから、あの本当の本当のっていうか、そうすっぴんで行った方がいいんだって。
こんばんは。メイクしてたらあれじゃないですか、ちょっと多少変わっちゃうからさ、顔が。そうか、すっぴんでいった方がいいらしいよ。あと面接の時におでこを見せるから眉毛描いてた方がいいらしいこれは同期が言ってたんだけど、なんか同期がその眉毛を片方しか描いてなくて、片方しか見えないからみたいな、前髪がこう多分こう分けてたんでしょうね。そう、なんか眉毛をこっちしか描いてなかったみたいな、したらおでこ上げろって言われて、そう片方しか描いてないの見せなきゃいけなかったって言ってたから、そうおでこ上げるってなった時にそう眉毛描いた方がいいらしい。ちゃんとなんある人は別にいいと思うんですけど、ない人は描いた方がいいんだってさなぎふとありがとうございます。こんばんは。あとはもうその時のもう自分次第、頑張りましょう。おでこチェックは何のためだろう。ただ前髪がかかってるからちゃんと顔が見えないからおでこ上げるって、ちゃんとなんて言うんですか、顔を見せるみたいな意味です。そうだって前髪かかってた、前髪がある人とかってわかんないじゃん、本当に顔がここしか見えないからさ、そうちゃんとこう出して顔を見せるっていう感じです。まあ今も見せてくださいって言われるかはわかんないですけど、ゆずが受けた時はちゃんとおでこ上げてくださいって言われました。足がトンってちょっと今びっくりした自分でやったのに。すごい、もう3000人。え、今日は早いですね。ちょっと安心の方ありがとうございます。 SK48 チーム S の石黒ゆずきです。こんばんは。何人くらい面接がいたの？10対10ぐらい10人受ける人がいて10人いるみたいな、そんな感じでした。超緊張した。緊張したことは覚えてるんですけど、話した内容とか全く覚えてなさすぎて全然覚えてない。ぎゅうたありがとうございます。美味しそう。誰と一緒だったか覚えてる？え、一人いましたよ。サキリン。サキリン一緒でした。わかるかな、みんな。石川さきちゃん。一緒でした。そう、番号が近かったので、一緒だった。え、多分そう。あと多分だけど、いや、違う、嘘。全然違う。そうそうそう。サキリンは一緒だった。で、私が面接受かって、で私が10人受けて多分2人ぐらいいたんですよ。あと私10人受けて一緒の面接に受けたのが10人いて、そのうち2人合格したんだけど、後ろにちょっと後ろに伊藤美希ちゃんいたの覚えてるそうめっちゃ覚えてます。あとマリンも近くにいたかな、面接受けて合格した後で。ダンスはマリンとかと一緒だった気がする。そう違ったかな。いやでも歌はマリンと一緒だったんですよね。そうあんまりほんとかすかな記憶なんですけど、そうそんなはっきりとは覚えてないけど、でもこの子と喋ったなとかはちょくちょく覚えてるって感じです。そうでもそんなほんとすごいエピソードがあるってわけでもないので、そうそんななんですけどそう、そんなに覚えてない。でもその頃から多分人間観察好きだったのですごい見てたと思います人のこと
あ、そう、あみちゃんは、そうそうそう、あみちゃんあの喋りました、三次審査の時。こんばんは。リベンジ組も多いのね。あ、多かったですね、八木は特に。そう、結構なんか何回もオーディション受けて来てる子とか多かった。こんばんは。野村は生きてためっちゃ面白いじゃん。生きてたっていうか怖かったですね。すごいなんか絶対受かるだろうなっていうオーラはすごい感じました、みよまる見て。まあ実際受かってるからあれですけど、全身真っ黒だった服が服全身真っ黒で、そう、なんかクールって感じでした。すごい。ドラフト経験者ですね。まあ確かにそうだよね。そうだよ、ね。うん。そう、逆に受かっ、8期は受かった人たち、なんていうんですか、最終的に受かった人たち結構やっと受かったみたいな子の方が多くて、そう。なんか初めてオーディション受けて受かったよって人がもう本当そんないなかった。かな、6、7人ぐらいだったので、それぞれ初めてだったんだけど、一応受けたのが、そう、結構なんかドラフトも受けたとかチームメイト受けてたとか、そう、意外とそういう人が多くて、そう、8期でやっと受かったって子が多かったです。8期生は懐かしい。こんばんは。合格者に見舞われてよかったなって思ったの覚えてる。いやでもドラフトからさ、知ってる人からしたらもう嬉しいよね。ルーちゃんとかもだけど嬉しいよね。そりゃもう一部の人には顔とか名前知られてるっていうことだから嬉しいよね。そりゃ。こんばんは。1時半や。じゃあそろそろ今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。皆さん推しメンのアバターゲットしてねまだ多分 SKE のメンバーが配信すると思うので、ぜひアバターゲットしてくださいバイバイ、ありがとうございました。またね、バイバイ、また明日。